ハーモニカ。どうも皆さん、こんにちは。ワンダーバルーン手札全部捨てが焼くリュウです。さあ、7月の30日木曜日14時、桐生京介さん、過去不満足さん実装おめでとうございます。いや、非常に待ち望んでおりました。不満足さんがついに降臨しました。桐生京介について簡単に説明をしておきます。ご存じない方のために、どういうキャラクターかというと、ですね、まあ、愛されているキャラクターで 5Dズの中でもかなり、トップクラスに、全部でね、4期に分かれます。彼は4期に、ジョジョみたいな感じで、ジョジョ 1期、2期、3期、4期みたいな、1部、2部、3部、4部みたいな感じで、4期に分かれます。まず、1期目、ジャケットをはよっ、羽織って生きっているジャケット期、そして、2期、ダークシグナー期、もうすでに実装されているね、ダークシグナー期は、こっちの、この人です、この人で、3期は、今この段階、クラッシュタウンっていう、不満足街って言われている、ここで、もうなんか闇に病んで、ダークシグナー時代の自分を後悔している期を、第3期、不満足期、またの名を、ハーモニカ期と、呼んでおります。で、第4期は、まあ、ことが収まって、その不満足街が満足街になって、その、町の村長になる村長期、まあ、この4期があるんですね。で、第3期が今回はキャラクターとして実装と。これジャケット期と第4期は多分さすがに多分ないと思うので、キャラクターか、おそらくこれが最後かなと思っております。で、全体のキャラクターの評価、スキルとレベルアップ報酬置いといて、1回置いとくんですよ。俺のキャラクター評価は1回そのスキルとレベルアップ報酬置いちゃうっていうね。で、まずちょっと先にテンション評価、テンション、星1。これね、何言ってるか分かんないけど、声ちっちゃいんですよ。テンション低くて、そのもうちょい声張ってくんないと全然聞き取れねえっていう話があるんで、これテンション1です。で、メンヘラドは圧倒的星5。とりあえずね、メンタルヘルスクリニックに行った方がいい。カウンセリング受けた方がいい。病んでるから。診断書とかもらって一回仕事休んだ方がいいと思う、不満足さんは。早めに受診をお勧めします。で、不満足度、これ星5です。もうすぐですね、満足なんて言葉忘れちまったぜとか言うんで、まあこれはもう不満足度圧倒的星5です。で、ハーモニカ演奏、まあさっきもありましたけど、ハーモニカの演奏能力に関してはね、これね、疑惑があるんですよ。実はこれ星3なんですけども、これ疑惑があって、ハーモニカもちろん上手いんですよ、さっき聞いていただいたように。なんですけども、ハーモニカって普通左右に動かすですよね。演奏するとき、こう口をこう左右に動かすと思うんですけども、よく見ると動かしてないんですよ、不満足さん。ハーモニカ吹くときに、これまあアニメ見返してください、ぜひアニメ見返せる人は見返してください。今 Amazon プライムなんかあるんじゃないかな。動かしてないから、これね、多分ね、演奏してない可能性あるんですよ、実は。だからゴースト演奏者雇ってる説っていうのがあって、疑念があるんですね。だからこれちょっとゴースト演奏者雇ってる問題が発生してるんで、一応疑惑があって星3です、ハーモニカ演奏は。で、近接戦闘能力めっちゃ高いんですよ。5Dズのアニメ見て方だと分かると思うんですけども、全然デュエルしないで喧嘩してるっていう、おいデュエルしろよっていうね。クラッシュタウン編は結構そのデュエルよりも戦闘シーン結構多くて、シンプルにデュエルじゃなくて拳で分からせるっていう、例えばトロッコがのシーンが有名なんですけども、トロッコからなんかその10メーターぐらいジャンプして追ってきた敵のバイクにこう飛び乗ってぶん殴ってバイク奪うみたいなシーンとかあるんですよね。もうサスケですか、サスケしてますみたいな、こういうシーンがあるんですよ。だからこういうことを考えると、近接戦闘能力めっちゃ豪だと思うんですけども、実は優勢の腹パン一撃でダウンするんですよ、これ。優勢の腹パン一撃で気絶しちゃうんで、防御性能めっちゃ低いんですよ。なんで星3です。まあ、攻撃力5、防御力1で星3です。で、仮面ライダーに変身しそうなポージング。これ変身って言ってそうなんで、これ星5。違和感なし。で、あと期待を込めて、8月1日の生放送があるんですけども、タイムレスコンボが成立するかもしれないので、タイムレスコンボ、タイムレスの評価、これ星5です。もうルームの制限時間を120秒にしてね、ぜひデュエルしていただきたい。タイムレスコンボが、わからない方はぜひ前回の生放送を見てください。そしてじゃあ早速ここで茶番が終わったところで、レベルアップ報酬と、まあ、スキルの報酬、スキルの報酬というかスキルの評価やっていきたいなと思います。
まずはレベルアップ報酬からいきますか。レベルアップ報酬からちょっとスキルは後でやるんで、レベルアップ報酬、インフィニティデスガンマンが3枚ありましたね。で、キング、ゴブリン、これも3枚ありました。これはそこまで強くないです、このモンスターたちは。で、インフィニティジェネラル、これも3枚ありました。まあ、これはまあ使うかもしれませんが、多分そんなに3枚も入れるカードじゃないです。で、インフィニティアーチャー、アーチャー、これ1枚でしたね。1枚。まあ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 、アーチャーはね、すげえ強くて、ってことは0枚だとダイレクトアタックできる2000なんで、しかもなんかガンで蘇生できるんで、これはあのガンが心拍で来るんでね、これはまあ1枚ありがたいですね。で、ブレイク、これが2枚ですかね。ブレイク2枚。ブレイク2枚。で、ブレイクはめちゃくちゃ強いです。これめちゃくちゃ強い。あの、手札が0枚の場合に、墓地のインフィニティ除外すると相手のカードを何でも破壊できるっていうことなんで、これはめちゃくちゃ強いです。これ2枚あったら嬉しい。で、もともと、あの、不満足、じゃない、間違えた。DS の、あの、キリュウの方に、あの、ブレイク2枚あるんで、全部で4枚になりました。これが評価低いです。枠潰してきました。その、4枚はいらないですよね。あの、3枚でいいじゃないですか、カードって。4枚よこすのは、意味わかんないんで、これちょっと低評価ですね。枠潰してきました、4枚目で。で、それからこれ、ネクロマンサー。ネクロマンサーもこれ4枚になりました。全部で。今2枚しかなかったんですけども、4枚になりました。4枚はいらないんで、まあ、一応3枚目は嬉しいけど、4枚で枠潰してるんで低評価。で、問題はこれですね。これ、バリア。これがめちゃくちゃ強いです。自分の手札が0枚で、フィールドにインフィニティの攻撃表示モンスターがいれば、魔法トラップ、モンスターの効果が発動すると、全部何でも無効にできるっていう、これめちゃくちゃ強いんですよ。まあ OCG だったらこれをまあ先行でガン構えするっていうのが、まあすげえ強いムーブなんですけども、まあ1枚やっぱよこしてくれたんで、まあこれ評価高いかなと。ということで、レベルアップ報酬に関しては、個人的にはの、見解になるんですけど、レベル、まあレベルっていうか評価星3ですね。まあ、その4枚目で潰してきてるから、下がるけど、まあ、バリア1枚とかくれたから、あとブレイクも3枚になったし、という意味で、まあ、星3かな。はい。ということで、次、スキル評価。スキルの評価はですね、まあ、結論から申し上げますと、星4くらいありますね。これ素晴らしいです。星何が素晴らしいかっていうと、まず汎用スキルが優秀。まずレベル加工っていう、あ、ちなみにさっきスキルくじやったらリロード当たってマジでブチ切れたっていう話はあるんだけども、レベル加工は今 BF とかで割と使えるスキルなんで、これどうせみんな多分レベル加工 BF で不満足さんで使ってスキル掘りするんですよ。だから、これ圧倒的評価高いんで、これも結構いいところだし、あとリスタート、これは普通にイベントで周回できるじゃないですか。リスタートあると結構安定周回ができるんで、まあ、これも評価高いポイントですね。はい、おスキル。それからドローセンス闇、これアレイスター引いてこれるんでインフィルンディの話をしろみたいな話はあるんですけど、これアレイスター引いてこれるんで、まあ、これ結構強いですね。なので召喚獣で周回するってこともできると思うから、これも結構汎用的には評価高いですね。で、固有スキル、固有スキルを先にちょっとじゃあ、バーって、言いたいなと思うんですけど、まずねインフィルンディインフェルノ、まあ、固有スキルっていうか、まあ、2人持ってるけど、これ強いです。これ非常に強い。インフィニティデッキを使うんだったら多分このスキルになってくるんじゃないかなと俺は思っていて、これかなり強いです。自分のターンで数えて2ターン目にしか使用できないけど、自分の手札2枚まで捨てると、確定でインフィニティカードを、おろまいできるっていう、これめちゃくちゃ強いんで、最強に強いです。これ圧倒的有能スキルで、それからちょっと強いなと思ったのは、墓標からのリベンジャー、墓地にリベンジャーを置くと、インフルエンディリベンジャーを。で、デュエル開始されるよっていうスキルなんですけども、いや、闇がなんか入ってないとダメだよみたいな、ことなんだけども、闇しかか。闇以外だから、闇以外だ、入ってたダメだから、闇しか、デッキ入んないんですけども、これね、リベンジャー自体が、インフルエンディ、こいつのリベンジャー以外のモンスターが戦闘で破壊されると、こいつ墓地から出てくるっていう。で、レベルが、その、破壊されたモンスターと同じになって、中難なんですよ。だから、割と優秀なんですよね。用意できる中難ってことで。まあ、これ結構、しかも初手でガンとか、で、蘇生したりもできるかもしれないんで。だから、これね、これ結構強いと思います、これ。このスキルは結構強い。で、固有スキルから行くと、リベンジャーデスドラゴン。これはね、赤き竜のあざ系のスキルですね。優勢とかでっていうところの。デッキにインフィニティリベンジャー2枚を追加して、デスドラゴンが、エクストラに入ると。まあ、そこまで強いスキルじゃないと思うんで、まあ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 、まあまあ、みたいな感じ。赤き竜系のスキルって感じですね。持ってない、デストラゴン持ってない人ってあまりいないと思うけど、初期で手に入るから。っていう意味で、まあ、そんなに強いスキルじゃないかもしれないね。で、無限の手札。これは確か DS にありましたけど、
そんなに、まあ、使うスキルではないかな。ライフポイントが相手より2000以上少ないときに、手札を戻すと、まあ、ハンドレスにできると。ハンドレスにして、で、戻した数だけ、デッキ外から、デッキの一番上に、なんか置いたりとか、フィードになんかネグロマンサー出したりとか、ガンをなんか置いたりとか、なんか結構できるんで、まあ、ハンドレスにはできるけど、戻すよりはやっぱ肥やしたいんで、これ使うんだったら多分こっちのインフェルノとインフェルノの方が強いと思うんで、はい。なので、ま、そこは強いスキルじゃないかなって感じですね。で、あと、合体魔人超乱みたいなスキルがあって、デュエル開始時の自分の手札が0枚になって、自分のフィールド上にインフィニティデスドラゴンが呼び出された状態でデュエルを開始すると。合体魔人将来なんですよね。まあ一応、その、ハンドレスにはできるけど、デスドラゴン出すんだったら、オーガドラゴンかなんか出してほしかったから、盤面にね。デスドラゴンって別になんだよな。別になんですよ。なので、そこまで強いスキルではないので、まあ一応、まあ使えなくはないけど、効果は強いから。力がないけど、ちょっとなー、なんか、ゼロ枚スタートはやっぱきついかなと思うので、はい。というわけで、まあ、そこまで強い質じゃないかなって感じ。で、虚無の波動は、インフィニティの打点がゼロ枚の時に上がるよっていうスキルですね。まあ、これもまあ、そこそこ強いと思う。俺の方が早かった。これ結構面白いんですよ。デュエルの、1ターン目の開始時、ターンプレイヤーのライフが2000回復すると。先行取ったら、取った方が2000回復するんですよ。多分これ。運ゲーすぎん。そのリンクスってじゃんけんして先行ここ決めるわけじゃないから、勝手にその CPU が決めるんですけど、これで先行取ったら2000スタートできるんですよ。これだから相手に単純に2000渡す可能性もあるんで、ライフを運ゲーすぎて結構おもろいっていう。あとは LP 増強どうじゃないですね。はい、って感じでした。まあ総合評価やると星3ですね。総合評価星3。まあ、レベルアップ報酬は正直ちょっと若干残念な感じはあったけど、スキルがそこそこ優秀だなと思ったんで。なので、スキル評価が、まあ、星4で、カードレベルアップ報酬が、まあ、2.5 とかぐらいなんで、まあ、3.2 ぐらいなんで、まあ、星3かなって感じでした。はい。いかがでしたでしょうか。不満足さんね。インフィニティカードが新パックで来ると思うんでね、ぜひね、レベル上げを皆さんもしっかりとしていただければなというふうに思っております。それでは本日の動画は以上になります。次の動画でまたお会いしましょう。こんなんじゃ、満足できねえぜ。